こっちがメアジンで、こっちが、マアジです。であのタイとかベトナム、まあ、南方系の魚なんで、タイ、ベトナム、フィリピンとかで、よく取れる魚です。大体原産国、輸入国が中国とかベトナムとかタイとかになっている、アジフライとか、アジの干物っていうのは、ほとんどこのメアジンを使われています。